どうも、パフォーマンストレーナー、宗之助です。今回は、セブンティーンヒット、そして、チッケンですね、の、ディノくん。ティノくんですね。この子は、ごめんなさい、ヒットね、古い曲だから、あれなんですけど、とてもこう、解説って見やすい動画なので、これにしました。何個かちょろちょろ見たんですけども、衣装的にすごく、良かったんで、今、これで行きたいと思います。で、これが普通なんです。声援がね、やかましいってコメントあるかもしんないけど、アーティストのショーっていうのは、これが普通なの。黙ってるのがおかしいんです。ね。で、僕はここから外から撮ってるんで、ちょっとね、著作権上問題があるんで、外から撮らせてもらってるんですけど、これが普通で、これがアーティストの生き方なんですよ。EXILE のガンちゃんですら、この前テレビで自分の、いわゆる、なんていうのかな、存在を失ったっていう、そのコロナで。ね。そう。これが普通。で、もう日本はこんな国もう取り戻していかなきゃいけない、こういう声援をね。はい。ではちょっとディノ、この子はすごいです。見ていきましょう。ちょっとね、すごすぎてね、もう、解説しきれないわ、これは。うん。で、この子、ディノ君は、体型見てもらうとわかるんですけども、四肢がそんな長くないんですよね。で、体型のバランスが、上下、上肢と下肢でこうバランス見ても、結構均等なんですよね。こういう子って何に優れてるかっていうと、もうパワームーブにとにかく優れてます。いわゆる四肢が長い分、ちょっと動きをとても早くしなきゃいけないので、で、あと、体の厚みがあるから、もう多分ヒットって、もういろんなそのダンス系の動き、男性的な動き、パワーもそうだし、ポッピン的な動き、アニメーション的な動きもそうですけども、とにかく、多分爆発的に見える体型してます。多分ね。柔らかい。うわね、もうこの足一発のところからですよ。うん。この足ズンって出すところのこの筋力とパンですね。足太いんだよね。うわ、強い。くー、これ皆さん、女性のファンの人たちたまんないでしょ、この大胸筋ね。大胸筋の、だからこれがアスリートじゃない、アーティストとして仕上がってるか仕上がってないかで、これバランスが大事で、わかります？このね、大事なのが、衣装っていうものと体ってマッチさせなきゃいけないです。これはまあトレーナーのね、僕自身のこともよく話しますけども、衣装を与えられた時にその服のクオリティが上がるか上がらないか本人次第なんです。可愛い服、かっこいい服着れないとかじゃなくて、本人がどういう風に仕上がってるかで、その衣装って全然映え方が変わるんですよ。だから皆さんもぜひね、外見だけなんか変えようと思わないでほしいです。諦めないでほしい。自分の中身、自分が変われば、T シャツ1枚とジーパン、ほんとそうでしょ？ T シャツ1枚とジーパン1つで、全然見え方が変わるんです。で、アーティストはここなんですよ。まずアーティストは、フィジークがちゃんとしてないと、衣装がどんだけ良くても変わらない。これはもう、見てわかりますよね。かっこいいわ。いやー、早い。動きが。柔らかい、柔らかい、柔らかい。こんなに体仕上がってんだけど、アイソレーションも、見てこの胸椎からうなってっからね。うわ、すごい。こうやった、この衣装の見せ方、これもやんのかな？やってるね。うわ。なんか適当にやってるように見えるでしょ？こんだけ飛んでんすよ。反力強い。これはもうリコイルって言っても足ボンボンって弾んだ、まあ、マサイ族みたいな、ああいった剣の反射力が、これはもう脱力ですね。力抜けてるほど、で、力抜けてて、それで、まあ姿勢がいいような状態で入ってると、ああいう風なポンポンって飛べるんですよね。ポンと。
うわ、強い。これも反射っすよね。ガンスタードン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 って、これ、もう全部、全部って、なんか、もう、完璧やね、もう。もう、ここの、あの、身長反射って、体格のこの、こう筋膜の反射で、パンパンパンってこう、弾く、もう、その使い方がもう完璧に分かってるね、これ。足の開き方とかね。対角線上にこう走ってる感覚とかね。うん。だから、なんかこう、音がドンドンドンと取られてるとこ、全部その筋肉の反射でボンボン取れるじゃないですか。だから手でワン、ツー、ここで取っちゃうと、もうなんかこう、緩く動くんですよ。ここ全体でもう、バンバンバンって弾いて音を取ると、その曲調が、ビートが見えてくるじゃないですか。うわ、硬い。ワン、エンツー、ワン、エンツー、取ってる。エンドリ入って今、ガッガッガッって、ティッキングみたいな動き入ってるでしょ。ガッガッ。わかりました？ガッガッガッって。ね。ここ。ここの、ストッピングのかけ方が、もう、これはもう、それはダンススキルですけども、ただ、めちゃくそダイナミックでしょ。この体勢皆さん取ってみてください。ちょっとサイドランジ的なっぽい。で、毎回言うんだけども、体っつうのは、どこでどういう風に関節コントロールすると安定しやすいか。もうこういう子たちはもう分かってんの。新アングルってすねのアングルまっすぐでしょ？ここが一番安定するの。大腿四頭筋ハムストリングスから、もう大臀筋から、バランスよく筋肉の力を分散させて安定するからこそ上が自由化して動けるんです。うわ、強い。強い。気持ちがいい。ここもグンとはめてるし、ここのシルエット超かっこいいね。ゴン、こう前にがっつり固めたところから反る。でもね、腰反りすぎてないんだよね。股関節から反ってんだよね。しっかりプランク意識して。天才です。これもそう、腰抜けちゃうともうぐだつで見えちゃう。で、柔らかいでしょ？もう完璧だよね。硬い動きからフローになってくるっていう。だからダンスって見てて面白いんですよね。うん。やっぱりこの四肢のバランスがね、均等ですよね、彼ね。やっぱ足太いね。サッカーしてたのかな、この子。ああ、いい四頭筋してるわ。うん、サッカー体型やね。こういうふりしたいわ。ね。足をもうバッと置いたらもうそこってなるでしょ。ね。そう。もうアングルはここなんです。でもう、うわって入ったからこっから、フローズ。コパワー。抜き。うわ、かっこいい。うおちょっと待って、これはすっごい、もうちょっと待って。こりゃね、オンパレードですよ。まずこのチャールストンめちゃくちゃかっこいいね。全部広げる縮める広げる縮めるっていう、まあ、あの、遠心的な動き、急進的な動き作るのって、もうほんと、四肢ができる限り伸びて縮む、伸びて縮むってないと、ステージ上で見たときに、その、映えて見えない。ちっちゃく見えちゃうから、こういうステージに立つ人たちって、もうとにかく関節外れるようなぐらいの大きい動きをしないとちっちゃく見えちゃうんですよね。でも、なんていうのかな、そこに大きい動きしてるんだけど もうとてつもなく素早くて、そしてもうとにかく動きが安定して明確に見えてくるから、本当に踊り込まないといけないし、本人の能力ってのも高くないと、筋力的なとこもそうだし、うん、ここはもうフローだよね。ここはもうこのチャールストンとかはもう本当かっこいいわ。うおーこのジャンプね。こうやってジャンプとかもやっぱ人一倍優れてないと、もう全然ちっちゃく見えちゃうんです。本当に。だから、見てください。もう、みんなここへ飛んでる。
うわぁ。もうランディングとかが超かっこいいね。ガーッツカッ。これも全部音ではめてるでしょ？皆さんこういうのは絶対やってみて。2、3、4、5、6、7、8、全部ちゃんとはめてるよね。疲れるわ。取れれるかな。チャールストン。こういったジャンピングの仕方ですね。まあ、僕がよく23でいうラビットジャンプって言って、かかとを押しにつけるジャンプと何が大きく違うかっていうと、体幹が、まあ、とにかくまっすぐ備わってる。で、そして、股関節を引き上げて、空間をちゃんと、上半身の空間をちゃんと残しながら引っ張ってくるんで、皆さんジャンプそこで思いっきりしてもらったらわかると思うけど、なんかドベーってなるじゃないですか。この子たちは、脊柱をできるだけまっすぐ保って、股関、足、大腿骨、まあ足全体ね、足全体をグッと引き寄せるようなイメージ。いわゆる浮いたところからパッと足を引いてくるだけなんです。こうじゃなくて、こうなんですね。そう。だから、で、この足を刺すんです。床に。刺して一気にスパッと安定して、ただここもベタッと入らないで、ここは僕がよく言う減速って言って、少し叩きつけないで、ふわっとこう減速するようにし、ふわっとこう。してるんですよね。だから次々運動点、動きが展開できる。あれ？か、ここもそうですね。全部そう。うん。そうそうそう。ここも突っかけてんだよね。わかりました。対角線上に、左手引いて右足後ろだから、この反射利用して右足が前に来ると。で、たたって。全部対角のラインの反射力です。おぉ！もう完璧やね。しかもさ、こういった動きでさ、左足で、こう、内外ってリズム取ってるのがもうプロ。これよく僕もレッスン時々やるんですけど、この中心軸に引っ張ってきて割れ足になる。中心にして開く。中心にして開く。中心にして開く。これめちゃくちゃいいトレーニングになるんですけど、めちゃ体力使うから。で、一回一回、そう、毎回言うんだけど、ああ、取れない。もう早すぎて取れない。ここね、こういった肘の上がりとかが、もう全身使ってるじゃないですか。右のかかと浮くぐらい。ね。これ僕よく自分のレッスンとかでも肘の使い方とかよく、僕は格闘技ですけど、動きを大きく見せるってこういうことなんですよ。肘の高さ、体のこの引っ張り、でも、なんていうのか、姿勢が崩れないでちゃんと足も伸びてる。だから強い反射がかかって素早く展開ができるんですよね。このぶつけ方も完璧やね。もうだから瞬間移動するでしょ。もう全部体引っ張られて足で蹴ってとかじゃなくて、筋膜のこのもう全部そのメカニズムがこう引っ張られて動いてる。うーわっ。だからもう、うーかーってこれ回ってきてる。回ってきてそのまま下に入ってる。おぉ、この子すごいわ、身体能力。ね。アクロバットでも必ず上半身の引きとかって言うんですけども、こういう形自然にできんだよね。ターンするって上がるときにこの上半身もうまく使うっていう。ウェイ。そこでスプリットよ。ほぼ半回転、スプリット。ね。もうこれも体の表現ですけど、バッとこう開いて前に移動するじゃないですか。これが反射力ね。うん、ガッて。表現なんだけども、これも全部体のいい反射を使って動いてるんですね。いい反射で体に起こる、メカニズムを使って動いてる。あー、硬ない。それ細かい。
った。うーい。俺は疲れるわ。で、ビジュアルがかっこいいわ。これかっこいいね。笑ってるでしょ。もうね、この、つっかけって言って、まあ、つっかけって僕らよく言うんですけど、ちゃんと安定させて、もういわゆる釣ってるんですよね、体をね、後ろで。こう、体の前面で。足を大きく開くことで安定もするんで。方がもう安定してるから、こっち自由なんです。表情が自由になるでしょ。これなの。腹筋で負荷がかかるような状態なんですけども、大人になって腹筋すると大体の人が目をつぶります。目をつぶって呼吸を止めます。皆さん自分で腹筋運動やったりとかした時に、目つぶったり呼吸が止まると、それは正常じゃないですかね、反応的に。ね。腹筋がインターナルフォーカスって言って、腹部に何か、こう、集中がいった時に、目をつぶってしまうと、これアウトオブコントロールって言って、いわゆるもうパニック状態になります。これすっごく多いです。そう。そうなってくると、こういう絶対もう、動きはできないんで。そう。だから、腹筋が働いてる時ってできるだけクリアなマインドでいなきゃいけないっていう表現しているんですけども。そう。だから笑えるんですよね。もうさ、もう、なんつうのかな、もう、持ってる全部の組織を全部使ってるよね。この子は。ああ、柔らかい。ちょっとこの子もイケメンすぎるな。生き上がるわな。まだあんの？かっこいい。ビジュアルが。うわ。やばい。もう見てごらん。もうこの骨曲伸展どんだけ使うのっていう。肘ここまで抜けて。すごいね。足、僕もう大好きこの足が。こういった足のもう位置関係がもう完璧なのよ。あらか、うえ。もうこれさっきともう言った通りも。もう瞬間移動しちゃう。ズズダン、ズズダン。引き上げて、音を素で全部移動かけてるんで。ザーズ。しかもツイストは入れてるもんね。ガン。こうやって片足、しかも右足バランスでパチッと止まってっからね。柔らかい。うぇ。やばい。いやー、この子はすごい。たまげたね。こりゃたまげたわ。ああ、こんな子たちがいるんだよね。知らなかったわ。ああ、ほんとね、我々が説明して指導してるのがちょっとバカらしくなってしまうぐらい自然にできてることばっかりやるんで、困っちゃうよね。ほんとね、言うことがない、言えることがない。ほんとに。素晴らしすぎる。でね、なんていうのかね、体型が
やっぱ日本人にはないかな。最近いろんな子がね、ジャニーズの子でも鍛えてるけども、やっぱ、韓国人やっぱ肉食うからかな。赤いね。赤身。まあ豚もよく食うけどね。やっぱりパンもご文化は、体作りには大事ですね。うん。いや、めちゃくちゃ素晴らしかったです。またリクエストあったらください。それでは、チャオ。